はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今日はですね、ウェディングに使うブーケをね作っていきたいと思います。まあこれね、タイプ的には A 型とか B 型とかってあって、こう角度がついてるのと角度がついてないのがあるブライデなんですけど、今回はこの角度がついてないタイプの方ですね。まあ本来なんかこうラウンドブーケをねこう作るんですけど、今回はね少しこうセミキャスケードっぽい、まあラウンドにちょっとこう垂れた部分が入るような感じのものを作っていきたいと思います。この B タイプだと思いっきりこうキャスになってしまうんで、まあ今回はねこの A タイプ、こっちが A だよね、で作っていきたいと思います。では早速いってみましょう。はい、始めていきます。手元アップでいきます。今回使うのはこの白いバラ、見えます、白いバラとピンクのバラを使っていくんですが、やっぱりこうバラってどうしてもね外側の花びらがこうやって傷みます。特にアバランチェとか傷んでいくんですね。これ別に古いわけではないんですね。なのでブーケとか作るときは必ずこの周りの花びらを本当にこうバラが綺麗なところになるまで剥いてあげて、それで使っていきます。はい、これね結構ね素人さんがやると中途半端にやるんですよ。なのでこのねちょっとでも汚い花びらがついてたりするとこれねほんと汚くなっちゃうんで、ブーケってもう、あ、それボケてるね、こんな感じになるまで取ってしまって刺していきます。いいですか。でね、もうこう結構浮かして刺しちゃう人いるんですよ。でもブーケってこれ浮かして刺すとねめっちゃでかくなりますから、これ浮かして刺さないでくださいね。もう本当にもうこうここもまたもうまだ長いでね、ここキュッと、もうこんなこんなですよ。うん、ほらこのぐらいね、このぐらい、もうこのぐらいでも大きくなるなっちゃうかなぐらいですよ、本当に。だからもうここべったりでもいいぐらいです。いいですか。でまあセミキャスなんで、まあ、手前にはね少しだけこう長い感じで刺しますけど、まあちょっとね、まあ、こんな感じ。ラウンドだけどさ、ラウンドだけどこのね十字に刺してみたいな、なんていうのかな、感じでやっていくとこう めっちゃ面白くないブーケができちゃうんですよ。だからそれはやめましょうね。こんな感じ、ね、ね、いいでしょ。で、白ピンクなんでピンクも入れていきますよ。もうピンクは本当にこうブーケスレスレでいきましょうね。
こっちに少し流してる方ね。でね、ちょっとだけピンクのこう違う色合いをね、わかるかな映像でわかるかね、色合いを入れますよ。ここのね、下側わかります？このちょっと下側、この上だけじゃなくて下側にもこう盛りこぼれるような感じで刺してあげるんですよ。で、ウェディングブーケは特にこのね、フローラルフォームに一発で刺していかないと、こう振った時に花が落ちちゃうんですよ。だからそこは気をつけましょう。もうこれでだいたいバラはいい感じですかね。まだグリーンを入れていきますよ。まずはこのリキュウソウですね。これもね、ちょっと間違えるとダサくなるんですよ。ちょっとこう溜めてね、こういう葉っぱもこう溜めて、十分にこう形を形付けてから刺します。入れた感じわかる？ちょっとこうやって間に入れた感じ。あのさ、なんかね、こういうのって、まあ、その場その場で変わっちゃうから、なんとも言えないんだよね。その、こうしましょうねっていう 100% の確証がなんかないでしょ。だからさ、あの、リキュウソウはさ、こう入れなさいっていう、言い切れないだよね。例えばで、こうやってね、ほら間にさ、こうやってちょっとこうやって入れていくと、ほら可愛いでしょ。いや、明らかにこう葉っぱが多い時は間引くんだけど、なかなかほらね、今これでほらリキュウソウ1本しか入れてないんだよ。グリーンってすごい変わるでしょ。これでここにこのリキュウソウね、リキュウソウってさ、結局先っぽなんですよ。一番のあれは可愛いとこはね。で、この花とかがついてるんだけど、このお花とかがついてるんだけど、こういうね、こういうの取っちゃいますもん。やっぱりこの先っぽが可愛くて、だどこまで垂らすんだって話ね。こうしてさ、
間とかこう刺すでしょ。そしてこうやってピーンとピーンと跳ねるわけで、これじゃ全然可愛くないから、だからここでね、このバラとバラの間とかにこうやって入れて、こうやって、でこの先っぽをね、またこのバラの間とかにこう入れるのよ。こうやって、そうするともう別こうやって振ったってね、まあ U ピンで止め、どうしてもこう心配な人は U ピンで止めとけばいいと思うんですけど、 U ピンで止めなくても全然こう大丈夫。こんな感じでちょっとこう可愛く入れていきます。あと反対側にもう一本入れたら、前のところがさ、もうちょっとだけこう垂れるのがあったらいいじゃん。だからさ、ブーケってこうやってね、そのそこそこにね、そこそこそこその場その場にそぐわったパーツっていうかさ、それがさ、もうなんつうのかな、一本からこうちゃんと取れるわけじゃないの。だからもうこうやってね、大量の花材の中からね、探して作っていくわけですよ。だからね、例えばよくね、花材をねそんなにね使ってないじゃないかってね、言う人もいるんですよ。思ってる人もいるんですよ。あんまり言う人はないか思ってると思うんですよね。でも、これはね、実はみんなねそうやって作ってるから、だからブーケってどうしてもね値段がね高くなるんですよね。そしたらこのニスカンサスを入れていきますね。ニスカンサスはこう人差し指とかにこうやってくるくると巻いて癖をつけてあげます。で入れるんです。でね、こうくるっとしたのを中でね、こうやってくるっとして、なんつうかな、くるっとしてここで止めたい場合とかは、こう U ピンを、ワイヤーで U ピンを作って、こういうね、U ピンを作って刺します。そうするとほら、こんな感じで仕上がりますね。かわいい。
ディスカンサスね、こう一発だけこう一発でこうホチキス止めをしたのを刺します。これは何発も打たないでね、一発で決めてくださいね。そうするとほら、ここ見てほら、可愛くなるでしょ、このつむじみたいなところが。そういうね、こういう気遣いをね、こういう気遣いをできるかできないかが、あのプロとアマの差になってくるんですよ。こういうとこもそうね。したら最後にね、こういうピットスポラムみたいな細かい葉っぱをちょこちょこと入れとくんです。わかります？ほら、ちょこちょこと入ってるとすごくこう可愛くなるんですよね。こういうね、ちょっとした気遣いがね、気遣いっていうか、なんかこう、なんていうのかな、あの手を抜くとね、最後のね、可愛さが半減しちゃうんですよ。まあ、一日にね、あのウェディングとかね、メインやってる花屋さんとかだと数十個とか作んなきゃいけない人もいると思うんですけど、まあでもね、だからといってね、やっぱり一つ一人の組はね、あ、一人一人の花嫁さんはね、まあ本当にこうそれぞれがね、みんな同じだけ夢を持って望むわけですから。はい、こちらで完成です。こちらのブーケはいかがでしょうか。あのこうやって出来上がるとブーケってこう僕みたいなのが持たない方がいいでしょう。あのすんごいこう綺麗でしょ、清楚で。ほら見て、まあ、こういうねクオリティに仕上げてあげてください。後ろ側見ても綺麗ですよ、ほらね。こういうのがもうめっちゃ可愛いブーケですよ。はいはい、では皆様、もし作る機会がありましたらね、こういうところを気をつけて作ってあげてください。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time。 なんかブーケとクモスケだね、もう完全にブーケとクモスケ、やばい。